ちゃこんにちは。なんと、いや夢のある話で。そうなんです。しかもそれが夢じゃない、もう現実となりました。なんと中東初のプロ野球リーグ、ベースボールユナイテッドが発足しました。拠点はドバイというところで、去年からこの構想が練られてて、もう発足して、実はもうドラフト会議、やったやった。そうなんです、行われ、いち早く日本よりなあ、はい、行われました。で、元 DeNA の平田投手、元阪神の福永投手らが指名され、はい、あとはロビンソン・カノー選手、すごいよな、もうもう年だろ、英語41でドラフトされんの。そうなんですよ、俺もドラフトさしてくれよみたいな。いいですよね、元太陽、元太陽なウェルズであってもおかしくないです。プラスアルファ、例えば元中日のモヤ、はい、外野手、あと元ロッテのレアード、はいはい、それからあの阪神にいたマルテ、マルテな、はいはい、でそれから元西武のシュリッター投手、元ヤクルトのデイビッド・ハフ投手なんかもドラフト指名されました、はいはい、で MLB からはあのロビンソン・カノーであったりとか、はい、247勝右腕のバートロ・コロン投手50歳まあ50歳、はい、いやいや、でもこれからだからさ、はいね、野球の魅力を伝えていくっていう意味では、はい、まあ、いろいろ技術を持ってる人がたくさん集まるといいよね。そうですよね。だから、まあ、年齢とかまあまあもちろんあるだろうけども、はい、まあ、そこまではね、若い人が育成によって育ってるわけじゃないから、はい、世界からこう寄せ集めでね、はい、こう作ろうとはしてるんだろうけども、うん、監督どうすんだみたいな。どうなるでしょうね。監督やります多分ドバイだから破格ですよ。サッカーでもあの UAE のチームってありますよね、中東に。いや破格もいいところなんだ、ね、ゴルフも、はい、PGA から、はい、なんていうの、ちょうど脱退して独立してリブゴルフだっけ、はい、かな、それがあのグレコローマンっていう人がやってて、はいはい、もう賞金も破格らしいんだよ。なんかものすごい。で移籍金も払うからこっちに来てくれっていう、はい、その移籍金も半端じゃないんだよ、はい。1大会の優勝賞金がなんか20何億円ですよね、まあ、それよりも少ない方だと思うんだけど、はい、そういうのでね、まあ、移籍した人はたくさんいるよ、はい、だからやっぱこうドバイ、うん、まあ、あの中東というあたりが、うん、そういうことでこう盛り上げようとしていることは確かだよね。そうですよね。で野球に目をつけたっていうのはやっぱこう WBC とか、はい、ああいう盛り上がりとかもあるし、うん、野球人気も結構進んでるらしいな。そうですよね。南アジア、中東などで野球っていうものが人気になりつつあるっていう。そうだね、はい、いやだからサッカーだとか、はい、そういうのはもう昔からあったんだろうけども、うん、もうそういうことに飽きてきてるんじゃないの。でさらに新たなそのスポーツの産業のそのコンテンツを今求めて、はい、そうだね、っていうところで、例えば NBA なんかは去年の10月アブダビで中東初のプレシーズン戦を企画して、はい、でさらに今年10月にも2回目の開催がもう決まって、まあ、これが動画が出る頃にはもう開催されたのかもしれないですけれども、まあそうやってスポーツでね、はい、まあ、国中というか中東を盛り上げていこうみたいな、うん、まあ、そういう動きはあるよね。そうなんですね、はい、プラスアルファこの11月10日から12日の日程でドバイインターナショナルスタジアム、これクリケット場なんですよ、まだ、はい、そこで4試合のショーケース、野球のショーケースを予定しているというところなんですけども、これ現時点で4チーム、中東と南アジアにフォーカスして UAE から2チーム、インドおよびパキスタンから1チームずつの構成になっていて、9月の19日にもうすでにアメリカのシンシナティでドラフト会議を通じてもう選手を選抜して各チームをもう作ってきていると。クリケットが人気になるんだったら絶対俺野球も人気になると思うよ。いやそうですよね、クリケットって永遠に時間かかるからね、あれそんな試合時間めちゃくちゃ長いんだよ。あ、そうなんですか。いやそれをじっと見てるような根気があるんだったら、はい、野球なんかねあめちゃくちゃ早いと思うよ。そうですよね。それでなおかつこうね、いろんなドラマが生まれるし、はい、だから俺は人気が出てもおかしくないと思ってるから、はい、そうもう監督に立候補します。いやそうですよね。いや本当こう関係者がこの動画を見てるんだったらね、ぜひ概要欄から連絡くださいよ本当にそうですね、いや興味はあるよ、すごく。そうですよね、興味はある。確かに。でも何チームかは名前も名称も決まってるんですよね、はい、なんとかコブラズとか、はい、いろいろあるみたいなんですけども、コブラとかいいじゃないですか。あの俺ラクダは嫌いなんだよ。ああラクダ怖いんだよ
コブラ、ヘビもあんまり好きじゃない。あんま好きじゃないんですね。なんかこう、タカとか。ああ、そうですよ、タカでもね、そうでしょ、言えばそうですよ、ありますもんね、うん、で、やっぱりその事業展開はドバイからやっぱり始めるっていうことで、はい、そのドバイは現代で最もアイコニックな都市の一つ、うん、過去50年の発展は目覚ましいし、今後も発展が続くというところで、続くよ。だそういうところやっぱりドバイに目をつけた。で、やっぱ UAE っていうのはスポーツ振興に非常に熱心、うん、で、学校で柔術、はい、それからサイクリングなどが教えられている、はい、で、またスポーツをビジネスとしてもやっぱり捉えている、まあ そうだね、はい、そこも大きいという。いやでもドバイに球場が、ね、はい、バーンと立ったとしたら、うん、相当すごいのが立つと思う。ドバイすごかったじゃないですか、あのサッカーのワールドカップの時です。いやすごい、はい、確かに暑いから、うん、開閉式にはしなきゃいけないと思うんだけど、うん、なんか半端じゃなく空飛ぶ球場とか。いやそうですよ、近未来的ななんか作っちゃいそうな空とか海の中に作っちゃうとか、海底、海底野球場みたいな、かっこいい、天井見たら魚が泳いでるとかさあれボール見失ったけどみたいないやめちゃめちゃアミューズメントじゃないですか。なんかそんな企画概念を作りそうな感じがするよ、うん、本当資金は豊富にもう潤沢にあると思うので。潤沢どころじゃないよね、はい、湧いて出てくるんでもあそこは。選手や運営に関わる人材はどのように集めてるんですかというふうに取材したところ、すでにリクルートを始めている、はい、自社のデータベースは30カ国から200選手がまず登録されていると、はい、まあ、11月のそのショーケース試合に向けて9月中旬にはドラフト会議が開催されたというところで、また11月はアメリカ、日本、韓国の3大プロ野球リーグのシーズンがちょうど終了するタイミングにも当たる、はい、世界中から多くの選手が興味を持ってくれると考えている。で、1チーム当たり野手13人、投手7人のロースター20人を集める予定。そのうち16人は各国のトッププロリーグに属した経験がある選手を揃える。残りの4選手は中東南アジア地域から選出し、地元の選手の育成にも当てていく、うん、で選手以外の人員、運営に必要なスタッフや審判、コーチ、トレーナーなどについては心配していない。ありがたいことに世界中から参加希望の連絡が寄せられている。もう来てるんですね。まあまあそうだろうね、はい、野球人気っていうのもあるし、で野球がこう今ね経済的にも含めてこう下火になってきてる、うんうん、野球をやる子供たちが少なくなってきてる、はい、でもここでやっぱドバイが立ち上がってくれるっていうのは大きいと思うしね。そうですね。でドバイの子供たちからプロ野球選手が生まれると、はい、それはまたいいことだし。確かにそうですよね。そりゃそうだよ。でなんか計り知れないスーパースターが出てくる可能性もあるしな。で身体的に、いやそうですよね。そこでやっぱりもちろん各国の元トッププレーヤーの選手たちプラスそのちゃんと枠として若手の育成枠っていうのを、そうだよ、南アジアだったりとかそういうところから設けてるっていうのがまたなんかすごくいいですよね。いいよな、うん、ただジャイアンツはちょっと苦手かもからな、この企画は。そうですか。だってヒゲがダメだヒゲがダメ。ヒゲを生やしに行くんですよ巨人から。そうです。なので例えば自由契約になった選手とか、はいはい、例えば独立リーグでやってる選手なんかにももちろんお声がかかる可能性があるよな。ありますよ、ね、だから夢広がるよな。そうですよ。なんならいやもう自由契約にしてくれと、自分はドバイに行っていい年俸でやりたいっていう選手が出てきたらもうそれはそれで。いや、まあ、年俸がどのぐらいかわからないけどね。どのぐらい出してくれるんですか。わからない。分からない。でもちょっと感覚が違うから、はい、出してくれる可能性がある。森なんか森よいと。いやいや僕はドバイ行きますみたいな。そうですよね。可能性あるよね。ありますね。あ、4チーム分かりました。ドバイウルブス、はい、からアブダビファルコンズ。ファルコンズですよ。ファルコンズムンバイコブラズ、そしてカラチモナークスの、この4チームで当初はこちらで来年の秋にスタート。なるほど、はい、なんかユニフォーム派手そうだな。キンキラキンじゃないですか。なあ、あもう本当にきらびやかで、もう金箔で背番号なんか作ってんじゃない。眩しいって。 あとはやっぱりその6回とかのイニングチェンジとかそういうところでどういうショーとか、すごいよ、なんか NBA のハーフタイムショーみたいな、 NFL とか可能性あるな。なんかそういうのもやるんじゃないですか。クリケットが時間が長いからそれ考えたらそのショータイムなんか短いもんだからな。絵でもないですよ。いやすごい構想ですし、どうですか、こうアジアが
とか中東がさらに野球がこれから盛り上がっていく、いや熱が上がってくるといいな、うん、またな、うん、日本もねやっぱりいろんな記事になってるけど、はい、なんか経済的に負担がかかるんで、うん、野球っていうのはだからちょっとやらせられないとかね、うん、まあ、そういう話から少子化も含めてこうなんか野球人口が減ってるっていう、まあ、そういう記事がたくさん出てくるんだけどもさ、はい、もう一度ね野球が熱い、はい、こう他に負けられないとか、うん、そういうことで盛り上がってくれるといいなっていうふうには思うけどね。そうですよね。もちろんその MLB、NPB っていうものありますけれども、それ以外に例えばアジア中東チャンピオンズリーグとか、いいね、いやーもうでみんなドバイ行くんですよ、いいね、ドバイで試合すごいと思いますよ。そうだな、はい、なんかドバイの関係者ね、もしあのご覧になってたら、ね、もう連絡ちょうだいよみたいな、はい、あの豊さんが例えば育成コーチであったりとか監督であったりとか行きますし、いろいろこう話を聞いてみたいよね。そうですそうです、はい、一度あのドバイに招待していただけば、 YouTube 持ってな、はい、カメラ で YouTube でこうね広めて伝えていいしな。そうですよな、行きますしね、ぜひぜひ関係者、はい、ご連絡お待ちしてます。お待ちしてます、はい。